リーナ行きます。シャブリーナ。イエーイ。
ていただきました。ありがとうございます。大きいです。で、本当にトマトではね、久々のナッシュビルウエスト公演でございまして、久々にあれの、僕らまあ今年がね26年目ぐらいになりましてですね、長いことやってましたよね。いつまでもうまいことならへんでね、ほんま長いことやってりゃええって名前ないんですからね、分かりましたけどね。あのほんでいつもやってるロック名曲の旅行ってカバーの曲を1曲か2曲かライブの時やるんですけども、今日はですねロック名曲の旅スペシャルとしてですね、この後半はあの4曲ぐらいから4曲プラス1ぐらいあのそれは忖度してもってね、なんかこんな感じで最後の1話ねやっていきたいと思います。忖度とりあえず1曲目のクロスロードっていうやつですわ。ロバート・ジョンソンのクロスロードブルースという1930年代ぐらいのブルースのナンバーを、1960年代クリームがやった曲でございますが、ちょっと行きましょう。石橋さんボーカル、あー石橋さんちゃうわ、サミーがボーカルで、サミー歌います。
ね、ステップウルフの本当にワイルドのやつをちょっと行きます。何あれは、イージーライダー、イージーライダー、1969年ぐらい、使われました。
暑いね。いや、アメリカからどうもありがとう。名曲の旅という曲を何年もやりながら、なんでそれ今回はちょっと、特選ロック名曲の旅という感じでやってみたい、やってみておりますが、じゃあ次、じゃあ行きます。なんでサマータイムルアメリカ、雨上がりの夜空に。
グリーンでもやってた、グリーンでも。はい。